駒投げと通常投げはどう使いい分けますかえー、っと通常投げはいや難しいですね、これは、なかなか。うーん、いや、めちゃくちゃ使い分けるんですけど、まあ、駒投げと通常投げ、まず2択になってるんですよね、これ。実は。その駒投げを返しようと思ったら、ジャンプじゃないですか。で通常投げって、ジャンプしてる相手に勝つんで、通常投げして飛んできたら、昇竜拳で勝てるんで、だから全然違うんですよね、使い方が。まあ、ガードしてる相手に出すっていうのは変わらんねんけど。 まあシンプルにその、飛ばれても大丈夫なのが通常投げで、グラップに勝つのが駒投げって感じな。あ、だからこいつ、相手が飛ばないなと思ったら駒投げ。相手が駒投げが飛ぶかもしれんけど、投げたいなと思ったら通常投げみたいな。うん。まあまあ、そんな感じかな。ちょっと難しいけどね。これは、でもこれはでも本当に使うけどめちゃくちゃあるね。特に昔のゲームやったら、あの、通常投げの漏れが強パイだったりとかするから、まだ全然違うんですよね。 いや、これはなんかあれやな。いざざっくり聞かれるとなかなかパッといい答え出なかったな。めちゃくちゃ使い分けあるんですけど。